バーン。皆さんこんばんは。久しぶりの動画を最近また更新するようになっているかと思いますが、何ですかというと、ポップアップが無事終わりました。生誕と梅田阪急でやっていたのが無事終わりました。もうなんか本当はそれの Vlog を撮りたかったんですけど、とってもじゃなくて全然できなくて、新たなまた日常に戻った日々をお届けしたいなと思います。ちょっと髪パサパサだし、リップも塗ってなくてすいません。今日はね、すごい悩みが最近できて、季節の変わり目で今気温が13度とかに急に下がって寒くなったりしたのがあったんですけど、まあそれの影響なのか、ポップアップ中にずっとコンビニ飯を食べてたからかわかんないけど、もうめっちゃ痒くて、見えます？もともとね、アトピー肌で、でもめちゃくちゃ良くなって治ってたから、まあ、正直こんなに出ることが久しぶりで、しかもこうすぐにね元に戻って、だいたい2日ぐらい経ったら元に戻るかなって感じだったのが、もう全然治らなくなっちゃったんで、ちょっと一回添加物を体から抜く行動をしようと思って、で自炊をもう一回ね始めるやんのよ。ですけど、もうこことかもそう、今日ね会議あって、ミーティング中にもほぼずっと書いてんなと思って、なんで今日はまあ本当に久しぶり、ブランクがねだいぶあるんで、ブランクが今日は肉じゃが と、お芋ご飯あと何作るのか忘れちゃったけど、まあそんなもんです。さっとね、さっと作っていきたい。玉ねぎ、そう、なかなかねちょっとポップアップに来れない方とかのその影響がまあね、だいたい1週間ぐらいはあるんで、なかなか忙しかったんですけど、今日落ち着いた感じがありましたんで、明日金曜日なんですけど、ちょっとお休みを取りまして、猫3匹目を見に行きます。まあ、実際飼うかどうかは分かんないんですけど、ちょっと気になってる目星のつけてる保護猫がいて、その子を明日見に行きます。最高。なんかね、猫愛がすごい高まって、このポップアップ、やっぱ梅田ですごい寂しかったんですね。向こうに行ってる間全然猫に会えなくて、で向こうにいる間にもう地震がありましたよ。いやーなんかね、初めての体験じゃん猫ってさ、そんな大地震、なんかまあ超怖かったと思うんですけど、そんな怖い時に心のサポートもできなくて、うち結構絵が飾ってあって、その絵がねバタンバタン倒れていたのと、上に乗ってた鏡、これぐらいの鏡、ちょっと大きめのやつ、それも倒れて割れちゃってたんで、まあ猫にはかわいそうな思いさせたなってすごい思ってて、こんなことしばれない。お芋の炊き込みご飯、このね蜜がたっぷり外からこう出てるのがね、すごい甘くて美味しいって思ってる。本当かどうか知らないけど、そう、私はねこのお芋の炊き込みご飯がとっても好きです。皮むきます。土鍋で炊きます。にお酒とみりんをちょろっと。うわ、なんかすごいゴミ入った。何これ、怖っ。酒かす？やっぱ料理作ってて思うけど、世の中の主婦さんってマジですごいと思う。マジですごい。共働きして、子供がいて、お迎えして、で学校の準備さして、毎日の子供たちが散らかしたものを片付けて、洗濯も回して畳んで、ご飯作って洗って、いや耐えられない。マジで世の中のまま半端ねえなって思って生きております。あ、白崎入れ忘れた。明日猫を
聞き取るかどうかお楽しみに。かわいい猫がどうしよう。はっ、やばい、こっち向いてる。かわいい、ミシちゃん。ミシは今日テレビで YouTube でずっと猫のね動画を見てたので、多分ネズミがねこの辺にいると思って追っかけてるんです。かわいい、何それ。猫にゃんがいます。帰るの楽しみ、やばいね。わからない、オブザイヤー見て。まるちゃん、あんたまだもう一匹この家にいること知らないでしょ。よいしょ。はじめまして、サビちゃんです。サビちゃんです、よろしくお願いします。ドキドキしてるみたい。早くね、サビちゃん。一緒には見ちゃったね。はあ、はじめまして、サビちゃん。え、見えてない？あんたもしかして。サビちゃんいるよ。あ、気づいた。はじめましてって。え、虫？あんた一応姉さんよ。シャーされちゃったね。ガラガラ、失礼します。激しめ激しい。そりゃ外に飛ぶ。おーおーおーおお、もういいよ、もういいよ、もういいよ。隠すのうま、すごーすごーすごーすごくね。出てきちゃってる。すごい嫌なんだ。花舞うからやめて。